第4回13番テレビで男性がイベントについて話していますこのア歩行大会はマラソンとは違いますまず走ってはいけません普段の忙しい生活ではなかなかゆっくり味わうことのできない風景を楽しみまた風を感じながら歩いてくださいタイムを競う大会ではなく ゴールすることが目的の大会です。普通のマラソンと違って、途中の給水ポイントもありません。飲まず食わずで歩いた分、ゴールした時に飲む水の美味しさは格別でしょう。距離はマラソンより短い30キロです。最初の3キロは準備運動も兼ねて、参加者全員が同じペースで並んで歩きます。その後は各自のペースで歩き、ゴールを目指します。 仲間と励まし合いながらゴールを目指すもよしこれまでの自分の生活を振り返りながら黙々と歩くもよしです申し込みの締め切りは来週の日曜です期限が迫っていますので参加をお考えの方はお急ぎください大勢の方のご参加をお待ちしておりますへー、アルコー大会だってあなたはマラソンが趣味だしやってみたら うーん、3 0キロっていうのはマラソンより楽そうだけどねうん気楽に参加できそうよでも途中で水が飲めないって大丈夫なのかなそうだねいつも給水はしっかりしてるからね締め切り来週か迷ってないで今すぐ応募したらいいじゃない水の心配いや3 0キロだしいざとなれば危険して水を飲めばいいからね なんか初めの3キロがね他の人とペースを合わせてっていうのは経験ないからなそうかまああなたがいつも参加してるマラソン大会のような記録を狙う大会とは違うわよねいやいやそういうわけではないんだいつだってゴールすることが僕の目標だから普段周りに気を使うことが多いからこういう機会にはゴールすることだけを考えたいと思っているんだ そうか男の人が参加するのを迷っている原因は何ですか 1, ?1 走ってはいけないこと 2, 2全員が同じペースで歩くこと3タイムを競わないこと4水分補給ができないこと 第4回13番テレビで男性がイベントについて話していますこのアルコー大会はマラソンとは違いますまず走ってはいけません普段の忙しい生活ではなかなかゆっくり味わうことのできない風景を楽しみまた風を感じながら歩いてくださいタイムを競う大会ではなく ゴールすることが目的の大会です。普通のマラソンと違って、途中の給水ポイントもありません。飲まず食わずで歩いた分、ゴールした時に飲む水の美味しさは格別でしょう。距離はマラソンより短い30キロです。最初の3キロは準備運動も兼ねて、参加者全員が同じペースで並んで歩きます。その後は各自のペースで歩き、ゴールを目指します。 仲間と励まし合いながらゴールを目指すもよしこれまでの自分の生活を振り返りながら黙々と歩くもよしです申し込みの締め切りは来週の日曜です期限が迫っていますので参加をお考えの方はお急ぎください大勢の方のご参加をお待ちしておりますへえアルコー大会だってあなたはマラソンが趣味だしやってみたら うーん、3 0キロっていうのはマラソンより楽そうだけどねうん気楽に参加できそうよでも途中で水が飲めないって大丈夫なのかなそうだねいつも給水はしっかりしてるからね締め切り来週か迷ってないで今すぐ応募したらいいじゃない水の心配いや3 0キロだしいざとなれば危険して水を飲めばいいからね なんか初めの3キロがね他の人とペースを合わせてっていうのは経験ないからなそうかまああなたがいつも参加してるマラソン大会のような記録を狙う大会とは違うわよねいやいやそういうわけではないんだいつだってゴールすることが僕の目標だから普段周りに気を使うことが多いからこういう機会にはゴールすることだけを考えたいと思っているんだ そうか。男の人が参加するのを迷っている原因は何ですか。一、走ってはいけないこと。二、全員が同じペースで歩くこと。三、タイムを競わないこと。四、水分補給ができないこと。 第4回13番テレビで男性がイベントについて話していますこのアルコー大会はマラソンとは違いますまず走ってはいけません普段の忙しい生活ではなかなかゆっくり味わうことのできない風景を楽しみまた風を感じながら歩いてくださいタイムを競う大会ではなく ゴールすることが目的の大会です。普通のマラソンと違って、途中の給水ポイントもありません。飲まず食わずで歩いた分、ゴールした時に飲む水の美味しさは格別でしょう。距離はマラソンより短い30キロです。最初の3キロは準備運動も兼ねて、参加者全員が同じペースで並んで歩きます。その後は各自のペースで歩き、ゴールを目指します。 仲間と励まし合いながらゴールを目指すもよし、これまでの自分の生活を振り返りながら黙々と歩くもよしです。申し込みの締め切りは来週の日曜です。期限が迫っていますので参加をお考えの方はお急ぎください。大勢の方のご参加をお待ちしております。へえ、アルコー大会だって、あなたはマラソンが趣味だし、やってみたら うーん、3 0キロっていうのはマラソンより楽そうだけどねうん気楽に参加できそうよでも途中で水が飲めないって大丈夫なのかなそうだねいつも給水はしっかりしてるからね締め切り来週か迷ってないで今すぐ応募したらいいじゃない水の心配いや3 0キロだしいざとなれば危険して水を飲めばいいからね。 なんか初めの3キロがね他の人とペースを合わせてっていうのは経験ないからなそうかまああなたがいつも参加してるマラソン大会のような記録を狙う大会とは違うわよねいやいやそういうわけではないんだいつだってゴールすることが僕の目標だから普段周りに気を使うことが多いからこういう機会にはゴールすることだけを考えたいと思っているんだ そうか。男の人は参加するのを迷っている原因は何ですか。一。走ってはいけないこと。二。全員が同じペースで歩くこと。三。タイムを競わないこと。四。水分補給ができないこと。 第4回13番テレビで男性がイベントについて話していますこのアルコー大会はマラソンとは違いますまず走ってはいけません普段の忙しい生活ではなかなかゆっくり味わうことのできない風景を楽しみまた風を感じながら歩いてくださいタイムを競う大会ではなく ゴールすることが目的の大会です。普通のマラソンと違って、途中の給水ポイントもありません。飲まず食わずで歩いた分、ゴールした時に飲む水の美味しさは格別でしょう。距離はマラソンより短い30キロです。最初の3キロは準備運動も兼ねて、参加者全員が同じペースで並んで歩きます。その後は各自のペースで歩き、ゴールを目指します。 仲間と励まし合いながらゴールを目指すもよしこれまでの自分の生活を振り返りながら黙々と歩くもよしです申し込みの締め切りは来週の日曜です期限が迫っていますので参加をお考えの方はお急ぎください大勢の方のご参加をお待ちしておりますへえアルコー大会だってあなたはマラソンが趣味だしやってみたら うーん、3 0キロっていうのはマラソンより楽そうだけどねうん気楽に参加できそうよでも途中で水が飲めないって大丈夫なのかなそうだねいつも給水はしっかりしてるからね締め切り来週か迷ってないで今すぐ応募したらいいじゃない水の心配いや3 0キロだしいざとなれば危険して水を飲めばいいからね なんか初めの3キロがね他の人とペースを合わせてっていうのは経験ないからなそうかまああなたがいつも参加してるマラソン大会のような記録を狙う大会とは違うわよねいやいやそういうわけではないんだいつだってゴールすることが僕の目標だから普段周りに気を遣うことが多いからこういう機会にはゴールすることだけを考えたいと思っているんだ そうか。男の人は参加するのを迷っている原因は何ですか。一。走ってはいけないこと。二。全員が同じペースで歩くこと。三。タイムを競わないこと。四。水分補給ができないこと。 第4回13番テレビで男性がイベントについて話していますこのアルコー大会はマラソンとは違いますまず走ってはいけません普段の忙しい生活ではなかなかゆっくり味わうことのできない風景を楽しみまた風を感じながら歩いてくださいタイムを競う大会ではなく ゴールすることが目的の大会です。普通のマラソンと違って、途中の給水ポイントもありません。飲まず食わずで歩いた分、ゴールした時に飲む水の美味しさは格別でしょう。距離はマラソンより短い30キロです。最初の3キロは準備運動も兼ねて、参加者全員が同じペースで並んで歩きます。その後は各自のペースで歩き、ゴールを目指します。 仲間と励まし合いながらゴールを目指すもよし、これまでの自分の生活を振り返りながら黙々と歩くもよしです。申し込みの締め切りは来週の日曜です。期限が迫っていますので参加をお考えの方はお急ぎください。大勢の方のご参加をお待ちしております。へえ、アルコー大会だって、あなたはマラソンが趣味だし、やってみたら うーん、3 0キロっていうのはマラソンより楽そうだけどねうん気楽に参加できそうよでも途中で水が飲めないって大丈夫なのかなそうだねいつも給水はしっかりしてるからね締め切り来週か迷ってないで今すぐ応募したらいいじゃない水が心配いや3 0キロだしいざとなれば危険して水を飲めばいいからね なんか初めの3キロがね他の人とペースを合わせてっていうのは経験ないからなそうかまああなたがいつも参加してるマラソン大会のような記録を狙う大会とは違うわよねいやいやそういうわけではないんだいつだってゴールすることが僕の目標だから普段周りに気を使うことが多いからこういう機会にはゴールすることだけを考えたいと思っているんだ そうか。男の人は参加するのを迷っている原因は何ですか。一。走ってはいけないこと。二。全員が同じペースで歩くこと。三。タイムを競わないこと。四。水分補給ができないこと。 第4回13番テレビで男性がイベントについて話していますこのアルコー大会は マラソンとは違いますまず走ってはいけません 普段の忙しい生活では、なかなかゆっくり味わうことのできない風景を楽しみ、また風を感じながら歩いてください。 タイムを競う大会ではなく、ゴールすることが目的の大会です。普通のマラソンと違って、途中の給水ポイントもありません。 飲まず食わずで歩いた分ゴールしたときに飲む水のおいしさは格別でしょう距離はマラソンより短い30キロです。 最初の3キロは準備運動も兼ねて、参加者全員が同じペースで並んで歩きます。その後は各自のペースで歩き、ゴールを目指します。 仲間と励まし合いながらゴールを目指すもよしこれまでの自分の生活を振り返りながら黙々と歩くもよしです申し込みの締め切りは来週の日曜です。 期限が迫っていますので、参加をお考えの方はお急ぎください。大勢の方のご参加をお待ちしております。 ルコ大会だってあなたはマラソンが趣味だしやってみたらうーん3 0キロっていうのはマラソンより楽そうだけどね。 うん、気楽に参加できそうよ。でも途中で水が飲めないって大丈夫なのかな。そう。そうだね。いつも給水はしっかりしてるからね。 締め切り来週か迷ってないで今すぐ応募したらいいじゃない水の心配いや 30キロだし、いざとなれば危険して水を飲めばいいからね。なんか、初めの3キロがね、他の人とペースを合わせてっていうのは経験ないからな。 そうか。まああなたがいつも参加しているマラソン大会のような記録を狙う大会とは違うわよねいやいやそういうわけではないんだ。 いつだってゴールすることが僕の目標だから普段周りに気を使うことが多いからこういう機会にはゴールすることだけを考えたいと思っているんだ。 男の人が参加するのを迷っている原因は何ですか 1走ってはいけないこと 2, 2全員が同じペースで歩くこと3タイムを競わないこと。 水分補給ができないこと、 người con trai đang nói về sự kiện trên TV. Đại hội cùng nhau đi bộ, này khác với marathon, trước tiên bạn không được chạy. bạn sẽ ngắm nhìn phong cảnh mà trong cuộc sống bận rộn thường ngày mình không thể thong thả thưởng thức ngoài ra hãy vừa đi bộ vừa cảm nhận những làn gió Đây không phải là cuộc thi cạnh tranh về thời gian mà là cuộc thi lấy mục tiêu về đích. Khác với chạy marathon thông thường, cũng không có điểm cấp nước giữa trường. Bạn càng đi bộ mà không ăn uống chừng nào thì có lẽ vị ngon của nước bạn uống khi về đích lại càng khác biệt chừng ấy. Cự ly 30 km, ngắn hơn marathon. ở 3 km đầu tiên cũng kiêm luôn khởi động, tất cả người tham gia sẽ xếp hàng đi bộ với cùng tốc độ. Sau đó, mỗi người sẽ đi với tốc độ của riêng mình và nhắm tới đích. vừa động viên bạn bè vừa nhắm tới đích cũng được mà vừa lặng lẽ đi vừa nhìn nhận lại về cuộc sống của mình từ trước đến nay cũng được thời hạn đăng ký là chủ nhật tuần sau Vì thời hạn đang đến gần, cho nên các bạn muốn tham gia hãy đăng ký nhanh tay. Chúng tôi đang chờ đợi thật nhiều bạn tham gia. Đại hội cùng nhau đi bộ, sở thích của cậu là marathon nên cậu tham gia xem sao ừ. 30 km thì có vẻ thoải mái hơn marathon nhỉ Ừm, có vẻ tham gia được thoải mái đó, nhưng mà không thể uống nước giữa chừng liệu có ổn không nhỉ? Đúng vậy, bởi vì lúc nào cũng phải cấp nước đầy đủ chứ nhỉ? Kỳ hạn là tuần sau à? Chẳng phải cậu nên đăng ký ngay bây giờ chứ đừng trần trừ sao? Cậu lo lắng vấn đề nước uống à? Không phải, có 30 km mà nếu tình huống khẩn cấp thì bỏ chơi rồi uống nước cũng được mà nhỉ Cái chỗ 3 km đầu ý tớ, Vì tớ chưa từng điều chỉnh theo tốc độ của người khác Vậy à, nó khác với những cuộc thi mà nhằm tới kỷ lục như các cuộc thi mà cậu vẫn thường tham gia nhỉ. Không, không hẳn là như thế, bởi vì việc về đích luôn là mục tiêu của tớ. Bình thường tớ hay để ý đến xung quanh, cho nên trong dịp này tớ muốn chỉ suy nghĩ tới việc về đích thôi. Vậy à? nguyên nhân người con trai băn khoăn việc tham gia là gì một việc không được chạy hai việc mọi người đi cùng tốc độ ba việc không cạnh tranh về thời gian bốn việc không thể bổ sung nước